今回は、地蔵のたたり、池も様、雑木林の奥から、バンガロー、どうかしましたという話を紹介します。ではどうぞ。これはこの間、飲み屋で意気投合したおじさんから、聞いた話なんだけど、おじさんが昔住んでた村に、引っ越してきた家族がいたんだって。旦那さんと奥さんと、旦那さんの連れ子の娘さんの3人家族。新しい奥さんと結婚したのをきっかけに、その家族は旦那さんの地元の村に越してきた。その家族は明るくて、とても仲良しな家族だったらしい。外から来た奥さんも愛想が良くて、村の人ともすぐに打ち解けて、周りも、いい嫁もらったなぁ、なんて言ってたんだって。若い人が少ない村だから、若い家族が引っ越してきてくれたのは、すごく喜ばれた。引っ越しから何の問題もなく村での生活を過ごし、村の人との交流も深まってきた、ある夏の日のことだった。8月の末に、家族で出かけた帰り道。昨日から家族旅行で村の外へ出ていた3人は、日が傾いた頃に村に帰ってきた。すごい楽しい旅行だったが、楽しく出かけた帰りって、なんだか物寂しくなったりすることがある。まだ小学校低学年の娘が、ちょっとだけダダをこねた。もう8月終わるなんてやだ、秋なんて来なくていい。明日が8月32日だったらいいのにな。子供らしいわがままに、夫婦は思わず笑ったらしい。田舎での初めての夏を、娘が楽しめるか心配していた夫婦は、なんだったらその言葉に嬉しくなった。よっぽどこの夏は楽しかったんだろうなって。まあでも、そんな大人の心情なんて娘はわからない。また来年もあるよ、とやんわり娘をなだめようとした時に、ちょうど夕方17時半の鐘が鳴った。聞き慣れた同様のはずなのに、その日はなんだか変な音だった。不協和音、というか、聞いてたら気分が悪くなるような。実際、奥さんはその音を聞いて気分が悪くなった。その場で倒れちゃった奥さんと同じタイミングで、道の脇にあった地蔵の首が転がった。触ってもない地蔵の首が落ちるなんて縁起でもない。なんとなく嫌な気分になった旦那さんは、すぐに奥さんを抱えて娘と家に帰った。それが、すべての始まりだった。まずはじめに、村の少し離れたところで一人暮らししている、おばあちゃんがいなくなった。結束力の高い村だったから総出で探して、山の中で亡くなっているのを見つけた。その時は、もう高齢の人だったから、足を滑らせてしまったんだろう、という結論に至った。次に亡くなったのは、この村では比較的年若い女の人だった。転んで頭をぶつけたらしく、べっこりと頭をへこませて、家の裏で倒れているのが見つかった。飲酒の形跡があったから、酔っ払って転んでしまったんだろう、という結論に至った。次は村長の奥さんだった。川に顔をつけて、溺死しているところを発見された。この辺りから、おかしいんじゃないか、と声が上がり始める。こんな急に人が亡くなっていくなんて、普通じゃない。しかも、村長の奥さんなんて、子供ですら溺れるのが難しいくらい、浅い川で溺死している。そんなの誰かに、頭を押さえつけられたとしか思えない。村長は声高々に宣言する。犯人探しをすると。夜に見張りを立てて、村の人の動向を探ることにした。何人かの男たちで夜間の見回りをすることになり、旦那さんは夜道が得意ではなかったが、村人の中では比較的若くて体力もあったため、参加することになった。都内に比べて明かりの少ない村は暗がりが多くて、死角がいっぱいある。懐中電灯の明かりだけでは限界があるため、物音一つ一つ警戒して見回っていく。30分ほど周辺を見回った頃、聞き慣れない音が耳に入った。雨が降ったわけでもないのにくちゃくちゃと、生のトマトをかじった時みたいな、何かを食べているみたいな水音。旦那さんは生唾を飲み込んで、恐る恐る音のする方へ懐中電灯の明かりを向けた。そこには長い髪の人の後ろ姿があった。地面にしゃがみ込んで、土いじりでもしているように手が動いている。その最中も水音は続いていた。誰かいるのか？声をかけると、人影は勢いよく草陰に走り去っていった。待て。追いかけようとしたが、その人が何をしていたのかが気になって、旦那さんは、人影がしゃがんでいたあたりに懐中電灯を当てる。小さなサンダルが転がっていて、足が投げ出されている。明かりを徐々に上に向けていくと腕はなく、腹部は真っ赤に染まっていた。確実に息のない、見るも無残な姿で、近所の男の子が倒れていた。血の匂いがあたりに充満している。しゃがみ込んだ人影は、地面に落ちている何かを取って、口元に運んでいるような動きをしていた。つまり、さっきの水音は、くちゃくちゃと先ほどの音が頭に浮かぶ。人が人を食う音が、気分が悪くなった旦那さんは、すぐさまその場を離れて村長の家へ向かった。納屋の裏で、人が食われてた。
簡単に信じられるような内容じゃないのに、旦那さんのただごとではない様子を見かねて、村長はひとまず確認しようと家を出た。現場に向かうにつれて、また血の匂いが強くなる。遺体がやはり近所の男の子であることを確認すると、村長は小さな声でつぶやいた。地蔵様のたたりだ。地蔵様のたたり？この村は無数のお地蔵さんを祀っている。魔除けや無病息災を願うお地蔵さんを、村の人たちも皆大切にしていて、お地蔵さんも恩を返すように、その村は長寿の村として知られていた。が、その地蔵にも一つだけ後ろ暗い話があった。季節の移り変わりを重んじる地蔵は、春夏秋冬を軽んじる発言を嫌う。地蔵の前では、季節を嫌う発言をしてはいけない、という教えがあった。これは、この村だったら小さな子供でも知っているルール。親が物心つく子供に必ず教えるものだった。数日前、道脇の地蔵の首がもげているのが発見された。それは村長曰く、誰かが地蔵の気分を害した証拠らしい。気づいた村長はすぐに地蔵を祭り直し、手を合わせたが、きっと手遅れだったんだろう。旦那さんはその話を聞いて言葉を失った。心当たりがあったから、家族で出かけた帰り道、幼い娘がした発言。思えば、あの時倒れてしまった奥さんに気を取られて、お地蔵さんのことをすっかり忘れてしまっていた。この話、あんたももちろん知ってるだろう。村長の言う通り、旦那さんはその教えを知っている。子供の頃いたずらで実行して、お母さんからしっかりと原骨をもらった。でも、その時はそれだけで、たたりなんて起こらなかった。だから、旦那さん自身がその教えを忘れてしまっていた。今思えば、その後に両親が祭り直してくれていたんだろう。すぐに祭り直せばたたりは起きないという。村長はじっくりと旦那さんを見つめる。口には出さなかったが、村長はきっと誰がやったのか、見当がついていたんだろう。夜も遅かったため、それ以上は何も言われず、その日は解散となった。地蔵のたたりなんて、そんなものあるものか。バカバカしい話だと切り捨てられたら、どんなに良かったことか。自分たちは無関係だと言い切れたら良かったが、数日前の情景が浮かぶ。娘は確かに地蔵の前で季節を軽んじる発言をした。それに、さっき人を食っていた化け物。旦那さんはその後ろ姿にも見覚えがあった。お帰りなさい。何もなかった？あの後ろ姿は、嫁の。ああ、何もなかったよ。家の裏の林で、変わり果てた姿の嫁を見つけたのは、翌朝のことだった。ついさっき台所に立っている姿を見たのに、そこにある遺体は明らかに嫁のもので、亡くなってから時間が経っているのか、腐朽がしていた。それならあの台所に立っているのは誰だ？村長の言葉が頭をよぎる。地蔵様のたたり。旦那さんは一目散に村長の家へと向かった。助けてください。なんだ、こんな朝っぱらから。嫁が化け物になってました。さっき、家の裏で嫁の遺体を見つけて、でもうちの台所にいるんです。やっぱりあんたんとこだったか。昨日は言い出せなくてすみません。もうええ、一度たたられたら村はおしまいだ。村長は諦めたような口ぶりだった。そんな、なんとかなりませんか。あんたがあれをどうにかしてくれるってのか？じろりと村長は旦那さんを見た。村長の奥さんも、数日前に亡くなっている。おそらく、嫁のふりをした何かにこ、されて、普通だったら激怒したっておかしくない。教えを守らなかったお前たちのせいだと、責め立てられてもおかしくないのに、村長はそういったことは何も言わなかった。多分、本当にもう、どうにもならないと思っていたんだと思う。助かりたいなら逃げてみやい。実際に逃げられるかは知らんが、あんたはまだ若いから、外でまた生活をすることだってできるだろう。村長、とんでもないことをしてくれたとは思ってる。だが、地蔵様の手で村がなくなるなら、そういう運命だったんだろう。本当にすみません。逃げるなら早めの方がいいぞ。化け物の標的がいつ娘に行くかわからん。冷や汗がぶわっと流れるのを感じた。そうだ、自分たちもいつかああなるかもしれない。村長の家を出た旦那さんは、村の外で暮らす親戚に連絡を取り、明日から3日ほど、娘を預かってほしいことを伝えた。急な連絡に親戚は驚いていたが、旦那さんの迫真な様子に了承してくれた。翌日、娘と少し遊んでくると伝えて家を出た。村を出て遠く離れた親戚の家まで娘を送り届け、帰宅すると嫁にはこう伝えた。娘がいなくなった。村総出で探しているが見つからない。旦那さんの話を聞くと、嫁は真っ青になってこう言った。あの子は私のよ。探さなきゃ探して探さないと。真っ青なのに笑っている嫁を見て、旦那さんはその身のまま家を飛び出した。家を出る瞬間、嫁の指先が首をかすめて、肉をえぐられた。その爪の強さを顧みるに、嫁はもう人ではなかったんだろう。
命からがら逃げ出して、娘と一緒に別の土地で生活を始めたらしい。あの後、村がどうなったのかわからない。すべて嫁のふりをした何かにこ、されてしまったのか、あるいはどうにか生還できたのか、確かめる勇気のない旦那さんには、知りようがなかった。ここまでが、俺がこの間おじさんから聞いた話だ。山奥の村の話らしいけど、ビビリの俺はもちろん、村がどうなってるか確認しようなんて思わない。こうやって、酒のつまみの話題にするだけだ。でも正直、変な話だと思う。なんでおじさんは、村長と旦那さんの会話を、あんな細かく知ってたんだろ。村長の付き人かなんかだったとか？それにしたって、嫁の変化に気づいてたのも変な話だし。なんて、家に帰った俺はここまで考えて、やっと気づいたんだ。これ、全部おじさんの話だったんだ。旦那さんはおじさんで、嫁はおじさんの嫁で、たたりで化け物になった。何年も前の話だって言ってたから、村から解放されてやっと酒を飲みながら、人に話せるくらい落ち着いたんだろう。ここまで聞くとさ、村はどうなったかわかんないけど、まあ一応、めでたしめでたしで締めれるかと思うんだけどさ。あの時、意気投合しすぎて、おじさんと連絡先を交換したんだよね、俺。それで、今度また飲みませんか、って電話したんだよ、おととい。そしたら、最初おじさんは普通に喋ってたんだけど、急に電話してるみたいな近距離で、おじさんの声じゃない、女の人の声がしてさ。見つけた。で、それからおじさんと連絡がつかないんだけど、これって、つまり。昔ばあちゃんの家に預けられてた時、後ろの大きな山に、池も様って神様を祀る祠があった。ばあちゃんの家の周りには遊ぶところもなく、行くところもなかったから、その祠の近くにある池で、よくじいちゃんと釣りをしていた。ある日じいちゃんとばあちゃんが、町に買い物に行くことに、軽トラで行くから乗り切れないので、俺一人で留守番することになったんだけど、することがなかったので、一人で釣りに行くことにした。実はその池に行くのにはすごく遠回りをするが、二人ともいなかったので抜け道をすることにした。その抜け道はちょうど、隣のトトロでメイが潜っていったようなところで、人一人抜けられる場所だ。でもじいちゃんもばあちゃんも、絶対通ってはいけないと言ってた。理由は教えてくれなかった。入り口を囲むように石が並べてあったが、子供の俺はそんなのお構いなく入っていった。今思うと完璧に人工的な並びだった。そうして歩くこと20分、池に着いた。1時間ほど釣りをしていて、何気なく遠くの方を見たら、ちらっと人影が見え、声が聞こえた。秋よえほ、秋よえほ。みたいな感じに、普段誰も来ない場所なので、少し気になり、見に行くことにしたが誰もいなかった。まあ気のせいだと思い、釣りを始めようとしたら、じいちゃんの軽トラが走ってきた。俺はじいちゃんが迎えに来てくれたと思い、釣り道具を片付けていたら、ものすごい勢いでじいちゃんが車で近づいてきた。問答無用で車に押し込められ、釣り竿もお気に入りだった水筒も、その場に置きっぱなしになってしまった。何か白い布をかぶされ絶対出てくるなと言われ、家に帰るまで、じいちゃんはずっと何かを唱えていた。家に着くと、俺を包んでいた白い布をじいちゃんがかぶり、新しい布をばあちゃんがかけてくれた。ふと見ると近所の人たちが集まっていて、家は白い布で覆われていた。あれほどの大きな布をどうやって調達したのか、今思うに、この時のために用意してあったのだと思う。そしてばあちゃんにお風呂に入れられ、少し大きな部屋に連れて行かれた。知らないおじいさんがいて、どこを通って行ったのか、どのくらいの時間かかったのか、いろいろ聞かれた。その後池も様のことについて聞いた。池も様は池を守る神様だけど、幼いので一人では寂しいからと、昔は子供を生贄に捧げていたらしい。その子供が抜け道を通り、池も様のところへ行っていたらしい。しかし生贄とかの時代が終わり、寂しくなった池も様は里に降りてきて、子供を連れて行くようになり、連れてきた子供が逃げないように、足の筋を切り、ずっと自分のそばにいさせていたらしい。それで池も様が外に出ないように、石を並べて道を閉じたという話だった。最初は冗談と思って聞いていたが、自分の足を見た瞬間凍りついた。右足のふくらはぎが切れていて、血が出ていたから。でも痛くはなかった。いきなりおじいさんが叫んで、白い布をかぶった人が俺を囲み、ばあちゃんが傷を小さい札みたいなもので、止血してくれた。このままでは危ないということで、急遽俺は家に帰されることに。またしても布をかぶされ、じいちゃんの車に乗せられた。池も様は白いものが見えないらしく、布をかぶれということだった。にもかかわらず、家の中で足を切ったのは、完全に家を覆い切れてなかったかららしい。
布をかぶる前に見たじいちゃんの軽トラは、黒い部分は藁半紙で隠され、荷台には大量のお菓子が乗せられていた。すごく格好悪かった。そして何事もなく走る車。俺はもっと何かを着ると思っていたので、拍子抜けしてしまった。ずっと布をかぶっていたので、つい窓を開けてしまったら、外から、清瀬、と声が聞こえた。じいちゃんは普通に運転していたので、気のせいだと思ったが、耳元で、清瀬、という声がはっきりと聞こえた。ここで意識がなくなった。目が覚めるとばあちゃんの家だった。ばあちゃんに話したら全て夢だと言われた。水筒もなくなってるし釣り道具もなかった。この話をしても誰も信じてくれないが、右足に本当に傷が残ってて、何年経っても最近できた傷のように見える。本当の話だけど、なんか知ってる人いないですかね？僕が大学生だった頃、バイト先だったバーのお客さんの話です。K さんはその店に割とよく来るお客さんで、当時20代後半の会社員。僕と同じ茨城出身の人でした。ちょうど今頃の季節で、ホタル、が話題に上り、僕の地元はに、3年前までいっぱいいましたよ。俺の実家の近くじゃ、全然見れないんだよな。いいなぁ、ホタル。見てぇなぁ。と話をしたのです。1ヶ月ほど後、久しぶりに店に顔を出した K さんが、他のお客さんが引けた頃合いを見て、笑ってくれてもいいんだけど、と言ってポツポツと、淡々と、マスターと僕に語り始めました。僕と話をして間もなく、夏季休暇の K さんは実家に帰省したそうです。ある夜、やはりホタルが見たくなった K さんは、一人で車で出かけました。同じ茨城と言っても、K さんの実家と僕の地元とはかなり離れていたため、K さんは知り合いに聞いて、ホタルが見られそうな場所を教えてもらったのです。車で3、40分ほどの距離にあるそこは、山のふもとの農村地帯でした。民家も一塊ずつ、まばらに点在するばかり。ぼんやりと月が出ていなかったら、きっと真っ暗。その代わりホタルは本当に、結構な数がふわりふわりと飛んでいました。K さんはできるだけ民家から離れた、山沿いの野道に車を入れて止め、家から持ってきたビールを飲みながら、ホタルを眺めていたそうです。風流だなぁ、とかえつに入って、そのまま、いい感じに酔った K さんは、ちょっと酔いを覚ましてから、帰ろうとしているうちに、車の中でうたた寝をしたらしい。尿意を催して目が覚めた時は、0時を回っていたそうです。車の外に出てタチションした後、せっかくだからホタルを捕まえて帰りたいと思ってさ、その野道をちょい進んだとこにホタルがいたから、そーっと近くまで行って、その時、見えたんだよ。その野道の左側は田んぼ、右側はそのまま山に繋がっている雑木林。K さんが車を離れて歩いて行ったちょうど横に、山に入る細い道があった。雑木林の中を、まるでトンネルのように山に向かっている小道。その道の奥の方で、何かがふらりと動いた気がした。月明かりがまばらに落ちているとはいえ、林の奥はなお暗い。暗さに慣れた目で確かめようとしながら、自分の、夜中に、こんな場所に一人きり、という状況に、突然、猛烈に怖さが湧き上がってきた。ふらり、間違いなく、見えた。林の奥で動く、人影のようなものが、寒気が走って全身にゾワッと鳥肌が立った。やばい、なんかわかんねえけどこれはやばい、って思ったんだ。なのに、体がすぐには動かないのよ。って、だんだんよく見えてきたんだ。それが、ボロ切れのような布を身にまとった、人、のようなもの。それが、ふらり、ふらり、と揺れながら、ゆっくりとこっちに近づいてくる。K さんはやっと動き出した。だけど、走って逃げ出したいのに、体が言うことを聞かない。水の中にいるように足が重くて、渾身の力を振り絞っているのに、ぎくしゃくと歩くようにしか動けない。車に向かって、全力で、歩く。嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ。パニックになった K さんは、心の中で叫びながら、後ろを振り返ったまま、懸命に野道を戻ろうとする。雑木林の細道から、それが月明かりの中に現れないよう必死に祈りつつ、でも、それはやはりゆっくりと、林から出てきた。それとの距離は、明らかに縮まっていた。はっきりと、見えた。ボロ切れのようになった、昔の狩り犬のようなものを身にまとい、顔には、面。だけど、木の面には何も掘られておらず、目の部分にも穴すら開いていない。面は、縄のようなもので、ぐるぐる巻きに縛り付けられている。人間なら、前なんか見えっこない。なのにそれはスーッと体を回し、悪夢のように正確に計算の方に歩み出した。ほとり、ほとり、左足と右足をゆっくりと交互に踏み出して、その度に体を不規則に揺らしながら。やだ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 。計算がやっと車に潜り込んだ時には、それ、
がもし走ったなら、一瞬で追いつかれてしまうほどの近さだったそうです。ずっとエンジンかけっぱなしだった車を、林に突っ込みそうになりながらも、すぐにバックさせて、事故るんじゃないかってスピードで、逃げ帰ったそうです。嫌だ嫌だ嫌だ、と、心の中で叫びつつ、そりゃ幽霊じゃなくて、お化け、ですね、や、妖怪だ、のっぺらぼうだ、クスクス、ぐらいは言いましたが、マスターも僕も、さすがに笑い飛ばしたりはしなかったし、逆に K さんも、未だに怯えてたってわけでもありません。ただし、それ以来、K さんは東京でも残業で遅くなった会社など、ちょっとした暗がりや人気のないところでも、ビクッとするようになったらしい。アパートの部屋も、出かけるときに電気をつけていくんだよ。じゃないと、帰ってドアを開けたときに、そこにいそうでさ。その後、少なくとも僕が知る限りでは、K さんは再びそれを見ることはありませんでした。3年前のこと、とある会の幹事をいたしまして、川のそばのキャンプ場をセッティングしました。バンガローに荷物を置いて、川遊びをしようというところで、5号バンガローに荷物を忘れた女の子がいました。そのキャンプ場は、貸し切り状態だったので、特に鍵もかけずに、バンガローを出たのですが、ドアが開かない。近くにいた俺が、いろいろ試したんだが開かない。よくよく見ると、ここには外側から開ける鍵はなく、内側のボタンを押したら、鍵が閉まるとのこと。まあそれくらい、シーズンオフになると忍び込もうなんて、考える奴がいない山深いキャンプ場だった。おっかしいなぁ、と手を止めると、下からはゴーゴーと川の流れる音が聞こえてくる。不意に、と内側から音がしたので、おや?と思ってノブを回すと、簡単にドアが開いた。部屋を開けてみると、誰もいない。女の子は嫌な顔をしている。こいつも聞こえたんだな、と思ったが、鍵の抜ける音だったんだということにして、泳ぎに行った。で、泳いでいると、遠くの対岸の岩の上に、ガキが座ってこっちを見てる。ほんと、麦わら帽子なんかかぶって、田舎のガキ、いいもの見たなぁ、なんて思っているうちに、いなくなった。後で考えてみると、みんな見てたんだけどあのガキ、変なことだらけだった。対岸は鬱蒼とした山。周りに民家もない、細い道を登ってくるキャンプ場は、俺たちの団体で貸し切り。川はとても深い淵が、俺たちのいる浅瀬の向こうにある。そこに濡れてもいないガキが、麦わら帽子で、おかしいな、今考えても。で、泳ぎ終わり、各自着替えにバンガローに戻った。ここで炊事場にいる俺たちを呼ぶ声が聞こえる。ガキが何やら叫んでる、木々の間にガキ二人。ちっちゃいのとおっきいの。今考えても、男か女か思い出せない。倒れた。ガキは言っている。何が?と動画子供たちは、バンガローの方へ走り去っていった。俺たち無才男たちが、のっしのっし走っていくと、5号バンガローの前の階段に、さっきの女の子と同室の女の子が混沌している。今思うとあの場面が一番怖かったな。階段下が頭。足がバンガローの入り口。白目向いて口ぱっかり開けて女が倒れてる。ドア無理やり引っ張ったな。これが最初に俺が思ったことだけど。さっきのことがあったから、嫌な感じがした。すぐに解放、幸い怪我は軽傷。口の重かった女の子だったが、同室の女の子に話したところによると、泳ぎから帰って、部屋に入ろうとすると閉まっていた。思いっきり引っ張って中を見ると、男の子が背中向けて座ってた。女の子曰く、ゲームボーイやってたみたい。思わず笑ったけど、さっきのことがあったので、鳥肌が立つ。うわやばい。と思ってドアを閉めたら、気が遠くなって倒れたらしい。あとはあんまり書くことがない。頭を打ったらしいので、女の子を外科医についでに送っていった男と、倒れた女は、それが縁かどうかわからないが、この春、めでたく結婚した。問題は、呼びに来たガキ。あいつらは後で考えても、何者だったのかわからない。ガキなんぞいなかった。断じていなかったが、その時は怪我人が出て、いろいろと忙しく気づかなかった。本当は気づいてはいたけど、そのキャンプ場にいる間は、その話題は口にしたくなかった。後で聞くと因縁話がいっぱい出てきた。なぜか12号室だったが、なんで行く前に教えてくれなかった。毎年その川では死者が出る。必ず男の子。そういや危険の看板が多かった。12号室ベランダでは、黄色い服着た男の子の幽霊が、身近な人に目撃談あり、部屋で話していると、ガラスには自分たちの姿が、見えにくいんだけど、なんかベランダに、黄色い洗濯物がかかってヒラヒラしてる。一人が気になって、話をしながらじっと見てる。その姿を見て、みんなもベランダを直視、声を潜めて言う。あ、男の子。みんなビビりながらドアの方へ行き、一斉に隣のバンガローに、という体験をしたそうです。
12号室には、冬場、借金苦の初老夫婦が、全国を番で放浪していてそこに潜り込み、奥さんだけ死んで、旦那は春まで山を降りてこなかった、という話もあった。冬中、死体がそこにあったってこと。小動物の死体がいっぱい転がっていた年があって、気味悪かったという人もあり、それくらいかな。これは私が2年前の冬に体験した出来事です。当時私は、父の営む清掃業の手伝いをしていました。ある夜、父が私に、あまり進められないが、一緒に清掃してもらいたい部屋があるんだが、手伝ってもらえるか？というのです。なぜかと聞くと父は、実はあのアパートの1階の部屋で、2、3ヶ月前から換気扇が回りっぱなしで、部屋から嫌な匂いがする特徴があったんで、大家さんと一緒に部屋に入ったら、その部屋の人、結構中年の男の人らしいんだけども、トイレで座ったまま死んでてな。それで大家さんが連絡して、警察の人に来てもらったんだけど、かなり日数経ってて、死体が便器から抜けなくて、大変だったみたいだぞ。私はさすがに、その部屋の清掃はやめておくよ、と断りました。すると父は、実は俺も一人じゃ結構気持ち悪いんだよな、一緒に行かないか？何も出やしないよ。そうこう言い合ってるうちに、父の推しに負け、結局いやいや行くことになりました。時刻は22時30分。結構な時間だ。と思い、作業着に着替えるため、実家の事務所から、自転車で約20分の場所にある、私の住んでいるアパートまで一度帰りました。着替えが終わり、準備も終え、もう後には引けない、と思い、玄関で靴を履いているところへ、急に電話が鳴り出しました。出てみると、実家の母でした。内容は、夜中に面白半分で、そういう場所へ行くな。とのことでした。父にも同じように忠告したらしいのですが、どうやら父にも、大丈夫、何も出ないでない、と軽くあしらわれたようです。私自身も、別に面白半分で行くつもりじゃなかったですけど、掃除に行くだけだから、何か出るとか絶対にないよ、と軽い気持ちで電話を切り、家を出ました。時計を見ると23時を過ぎていたので、少し急ぐか、と思い、自転車を飛ばしていると、赤信号で止まった時に、やはり色々考えてしまいます。トイレで死んだなんて嫌な死に方だなぁ、やっぱ苦しんだのかなぁ、身内はいなかったのかなぁ、誰か助けを呼べなかったのかなと考えているうちに、信号が青に変わり、まあいいや、その人は死に方が悪かったけど、父も言うように、人はいつか死ぬんだ。自分はただ部屋の掃除に行くだけなんだ。さあ急ごう。と、自転車を漕ぎ始めたその直後、どうかしました。一瞬、全身が凍りつきました。確かにその時、左の耳元から聞こえたのです。どうかしました？あの部屋で亡くなった人だ、と直感しました。しかし霊体験の全くない私にはまだ信じられず、その時厚めのダウンコートを着ていたので、父か誰かが、コートの中に何かスピーカーのようなものを入れたのだろうと、自転車を急いで漕ぎながら、ダウンの左肩部分を必死に調べました。何もない、すぐさま急ブレーキをして、私は後ろを振り返りました。声が聞こえた場所は、ちょうど神社を越えた、隣のブロック塀あたりでした。しかしまだ耳元で囁くように言われたあの声の、生温かくて、寒気のする感じが、はっきり残っているんです。とりあえず全力で、自転車を塀のところまで漕ぎ、誰か、いたずらで脅かしたんでしょ、頼む、誰か、いてくれ。そう思い、塀を覗き込むと、誰もいない、全身から冷や汗が出てきました。すぐに自転車に飛び乗り、父のところまでひたすらと走りました。その時に左肩が妙に重いのと、あの声が耳にはっきりと残っていたのは、忘れられません。どうかしました？ハンドルを握る手にも異常なほど汗をかき、気分が悪く、早くついてくれ、とそれだけでした。やっと実家に着き、母、そして父にもそのことをすべて話しました。さすがの父も、今日だけはやめておこう、と言ったのは覚えていますが、私はなぜか本当に気分が悪くて冷や汗が止まらず、吐き気までしてきたのです。その日は父に車で送ってもらい、帰ったのですが、もうこういう体験はこりごりです。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。